本日は、ご対応の中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この度、ロート製薬株式会社様が、バミシャス奈良のトップパートナーに就任いただきましたことを、ご報告申し上げます。バミシャス奈良を通じて、次世代の子どもたちの、夢や健康を支援していきたいということを、おっしゃっていただいております。バミシャス奈良の活動をさらに大きくまた未来に向けて広げていっていただけるということは本当に感謝しております。バミシャス奈良はもっと未来を語れるクラブに成長していかないといけないとずっと思っておりました。今回ロート製薬様のトップパートナー就任にあたり山田会長をはじめ担当の方からも奈良の未来を一緒に考えていこうという言葉をいただきました。この度バンビシャスのトップスポンサーというものを引き受けさせていただくことになりました。当社は奈良とは本当に深い縁がございまして、というのは創業者私の曽祖父にあります当たりますけれども、宇田の出身でございまして事業の方は大阪で、ずっとやってきたんですけれども祖父父も奈良市の方で住んで、代々奈良をベースとして、活動をしてまいりました。トップのスポンサーをさせていただくというチャンスが訪れて非常に私自身もワクワクしておりまして、やはりスポーツを通じて企業が皆さんに親しんでもらうというのは非常に有意義だなというふうにも感じておりました。しかし今回はトップスポンサーということでございますので、またこれまでのスポンサーシップ以上に企業としても応援して、それから、ね、観客の皆さんがたくさん見に来てもらって楽しんでもらえるお手伝いができればいいなと、そしてまた未来を担う子どもたちが、元気で、特にこの奈良の子どもたちが本当に健康で元気でかつスポーツを楽しんでという、そういうふうなお手伝いができればいいなというふうに思っております。生き長くスポンサーをぜひ務めさせていただいて、チームと一緒に成長していくと、いうことをぜひやっていきたいというふうに思っております。これからもまた我々の方もよろしくお願いいたします。失礼します。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。お待たせしました。みんなで今日も応援に行ってということで盛り上げていきたいと、はい、思っております。県は10年後に国体招致の準備で、それに向けてそのスポーツ施設をどう整備するかというステージに入っていますので、こういう関係でまた新しい共同の仕事ができて嬉しい限りです。嬉しい限り。なんかシュート。どうも、ありがとうございます。お疲れ様です。どうも、ありがとうございます。バミシャスが頑張ってる姿を見て、子どもたちが、ね、憧れの存在として、バスケットはもちろんですけど、それ以外の分野でもね、子どもたちが夢を持って、チャレンジしていくような、そういう動きにつながっていけば ありがたいかなと思ってます。ぜひ末永くお支えいただきますようによろしくお願いいたします。